ちは。こんにちは。こんにちは。なんか真ん中でごめんなさい、本当。大丈夫。ちょっと後ろ下がっとこう。はい。なんかタイから帰ってきた。あ、そうです。タイ行ってました。だから服装も、ね、そう、いや、これが元々持ってたワンピースなんですよ。そうなんですか。タイで買ってきたわけじゃないんですか。いや、違います。でもちょっとタイっぽいですよね。タイっぽい。下水着じゃない。違います。違うもうすぐ水着があるから。いや夏なんで。いやなんかなコメント欄でな水着が見たいって。俺も見たいわ。いやいやいや見たいでしょ。そうですね。でもどんどんちょっと生地が少なくなってますね。うん、そうそうそう。そうですか。気のせいです。でも笑い事じゃないことが起きてて、はい、まあやっぱり佐藤さ、はい、成績とかそんなんで人事が動くじゃない。はい、ヤクルトが動いたね。小川監督。まあそうですね。うんなんか最初から2年契約ってなってて2年間のつなぎですみたいな感じで言ってたじゃないですか。でまあまあそりゃそうだけどさ2年間経って1年1年伸ばしていくのがやっぱ勝負師としたら光栄なことじゃない、うんうん、でもそれができなかったね。だから逆に言えばさ昨年最下位で今年2位だったら続いてるよね。まあそうですね。だからこれは逆になっちゃったんだよね。だまあ大学の先輩でもある小川さんが誇りだよね。だ大学出身者が監督をやってっていうのは、うんはい、まあそれがまた消えちゃうなっていう、うん、まあ勝負の世界だからしょうがないけど今年のヤクルト見てどうだった佐藤。でもあの真中さんが辞めた時よりは戦力は整ってますよね、うん、まあそうだね。あの時はもう怪我人ばっかりいてそう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 もうほぼ二軍選手とかだったんで投手陣はやっぱ苦しかったなっていうやっぱ石山の怪我とか大きかったなっていう純粋には思いますけどね。いやよくさ投手陣が伸びないとかさ、うん、投手陣がこう弱いとか言われるけど、うん、まあ佐藤なんかキャッチャーやってたからよくわかると思うんだけど2年間でどうかなるもんじゃないか。2年ぐらいじゃどうにもなんないですよね。やっぱなんないか。そうなんだ。なんかなんとかなりそうな感じしない？いやその何かをこう大きく改革したら変えられそうな気はしますけど。なりそうな感じの予備軍がいたら話は変わりますけど。急成長しそうなっていう。だからまあ、でも予備軍いないかな。言いますか。わかんないけど。いや僕はボビーが2004年でなったんですよロッテ。で2005年で日本一になったじゃないですか。でその時にその出てきたのが渡辺俊介とか。あと小林弘樹が先発になったりとか、はいはい、で外国人投手がハマったりとか、はいはい、で新人の久保がいきなり10勝で新人を取ったりとかして、うん、先発6人全員2桁だったんですよ。まあそうだよ、あの頃は。で後ろにで薮田さんが先発だったのを中継ぎに変えたんですよね。で藤田薮田小林正秀で完璧な中継ぎ陣ができたんですよ。で小宮山さんと高木さんっていうベテランをその前の敗戦処理的なロングリリーフにしてっていうところで配置転換と若い人の付き合いがうまくまとまったんですよね、あの時は。だからそこがヤクルトどうなのかなって、だから新人がまずはまらなかったですよね。あの工学院から取った清水がまずはまらなかったっていうのと、ここ最近のドラフト戦略の上位の星とかもうまあ、そうだな。うまくそのドラフト戦略がうまく回ってないっていうところが監督一人の責任なのかなっていうあれもありますよね。俺一つにさ、投げ方が同じようなタイプが多くない、うん、まあまあ、あそこね、オーソドックスな綺麗な投げ方、うん、だから佐藤が今出したメンバーの中で意外と変則って多いんだよ。はい、そうですね。そんなことない。そうでしょ。スタンダードって言ったら清水尚さんとか、うん、スタンダードですね。あとはなんかこうクロスステップしたりだとか、ね、ちょっと腕が横とか、うんうん、だからヤクルト見てると変化がない、うん、出てくるピッチャー出てくるピッチャーね、うん、だいたい綺麗な投げ方でオーソドックスな投手を取ってるから、うん、なんか変化が感じられないんだよ。それはもうドラフトとかでそういうの方を取るのか、それとも育て方がそうなんですか。いやドラフトでそういう選手が好きなんだろうね。好きですと言ってると、うん、へえ。だからバラエティに飛んでないから誰が来ても同じような球種で、うん、誰が来ても同じようなタイミングで打てるというかさ、だからまあそこら辺で投手陣が伸びない伸びないって言っててもなんかごまかしも効かなかったよね。だからここ最近で伸びたのがいないですよね正直。まあそうだな、そんな特に伸びて受賞したとか、中継ぎの近藤とかもまあいわばオリックスから来た選手じゃないですか。だからまあハマったって言ったら、まあ、去年ですけど石山を抑えにしたのが、まあ消去法ですけど誰もいなくなってがハマったかなっていうだけで、なんかゴーンっていうのがないよ。だって今のヤクルトの投手陣で侍ジャパン入るピッチャーいないですよね。いない。はあ、そっか。
だから石川というベテランがさ、ものすごくいいものをいい味を出すんだけどね、球が 遅いけどそれ以上に抜いたりだとか、押したりだとかさ、すごいこういい味を持ってんだけど、そういうのが勉強になるピッチャーがあんまりいないよね。でもそういうピッチャーの中でバッターってまあいい選手はいるわけじゃないですか。村上選手はもうタワイよ。そこで補っていけないもんなんですか。まあ、あるじゃないですか。これね、はい、セリーグは補えないんですよ。パリーグは補えるんですよ。ああそうなんですか。セリーグって9番にピッチャー入るんで、はい、あの絶対止まるんですよ。そっか。そうなんだ。だから1イニング6点7点でセリーグ、まあ取れないことなんですけど、なかなか難しいです、パリーグ。パリーグだと一気にドーンって取るときありますもんね。9番も野手入るんで、はい、どん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 回るんですけど、はい、この9番ピッチャーがね、いることが西武みたいな野球ができないんですよ、セリーグは。いや、それで、やっぱりこう負けてたらビハインド食らうと変えちゃなきゃいけないからね。ね、だからもう細切れになっちゃうしさ、うん、だから なかなかこうリズムっていうのはうまくいかないけど、うん、まあ、パリーグほど点は取れないよね。まあ小川さんもいろいろ苦労はしたと思うけど、うん、小川さんで印象に残ってることってある？うん、そうですね。そう言われてもな。いつあっても優しい。すごい、いつあっても優しいです。お前な、絞り出したね。いやいや、本当です。僕は今年初詣で成田さん新勝寺で、うん、小川さん家族とばったり会って、うん、いつあっても優しいし、いつあっても温かいです。ああ、そうなんですか。だから、選手だったら、はい、包まれてる感じはありますよね、多分。いや、大学時代からさ、うん、俺が1年2年でずっと1、2塁間を組んでて、うん、小川さんにはお世話になったんだけど、大学の先輩で好きな先輩っている？大学の先輩で好きな先輩ですか？好きな先輩は、まあ、いますけど、嫌いな先輩の方が多いですよね。多いよな。いや、絶対圧倒的にもう話もしたくないっていうやつがたくさんいる中、はい、小川さんっていうのはいつも一緒に飯食いたいし、うん、大学の時から優しくしてくれて、はい、お世話になったなっていう、だから2回目の政権だったからものすごく期待したけどね。でもそれぐらい、まあ、優しい方じゃないですか、うん、監督ってどうなんですか？すごく優しい方と本当に厳しい方っているじゃないですか。二通りいるよね。いますよね。まあ、例えばカリスマ性でこうグイグイ引っ張っていくのと、うん、人間性で周りがこう押し上げるタイプと、はい、もう完全に押し上げてくれるタイプだよね。うん、でもそういう神通力がもう効かなくなったということだよね。でもいい監督一つですよ。選手にとっていい監督は一つしかないです。何ですか？自分の言うこと聞いて使ってくれる人。これが一番ね、これが一番いい監督なんですよ。これはね、使ってくれなかったらクソみそだもんな。そうなんですよ。ここがね、難しいんですよ、はい、どんな理論あるとか、うん、どんな戦術やるとか、はい、人当たりとか全く関係ないんですよ。選手にとってはそれだけですよね。そう、自分を使ってくれる。で、何も言わなくて、失敗しても次頑張れよと、はい、ね、はい、そう言ってくれる監督が一番いい。だからそれを感じたのはやっぱ今年の村上じゃない、うん、あ、まあそうでしょうね、うん、すごい恩があるでしょうね。やっぱずっと我慢してあれだけの率しか残せなかったけど、うん、まあ確かにホームランとか打点とかすごい素晴らしいけど、はい、小川さんじゃなかったらもう途中で使わなかったりだとか、うん、まあエラーもあったりとかしてね、うん、使わなかったこともあったかもわからないけども、小川さんだから俺ずっと我慢してあそこまで成長させたと思う、うん、だからヤクルトっていう未来も見てましたよね。いや、今年だけじゃなくて、その今年を勝つ負けるかも確かに大事ですけど、未来のヤクルトを見ての村上の起用法だったんで、そういう人ってなかなかいないんですよ。いないな、辛抱強くな、はあ、自分の時だけ良ければいいっていう人が多いんで、うん、そうなるとヤクルトにとっては大きいですよね、うん、未来の。最後いいこと言ったね。そうですね。ね、締めるには一番いいようなコメントだ。言ってくれたね。僕のチャンネルじゃないですよ。いや、俺のチャンネルだ。で、同時に宮本慎也も、はい、まあ、監督と一蓮托生、はい、ね、一心同体だということで、うん、まあ、辞任を出し、ね、それが受理されたという、うん、ね、はい、その話は里崎チャンネルの方で、その時は俺がいいコメントを与えるから、うん、それで締めていただけたら。いや、ありがたいですよね。まあ、小川監督、本当にお疲れ様でした、はい、ね、第3の人生っていうのかな、これからね。そうですね。でもそれも野球にね、うんうん、精通して。まだまだ若いっすよね。まだまだ若いっすよ、はい、俺の一つ上だ。まだまだ若いっす。YouTube 出ていただいたり
たいんじゃないですか。あ、まあ、当然呼びますよ。当然呼びます。このオフもう吐き出させるから。何があったんや、ね、お楽しみに。はい、ありがとうございました。